就職活動で大切なことって何ですか？あ、これね、この間僕、就職のなんかイベントというか、出させていただいたんですよ。就活生相手に喋るっていう。で、多分いろいろあると思うんですよ。それこそ、面接、云々かんぬんでね、こうやったらうまくいくとか、言われてるようなこと、面接の挑み方みたいなのあると思うんですけど、なんか僕も一応、インターン生とかをこう、見る側の面接官になる側の人間なので、わかるんですけど、なんかこの人と仕事したいなって思う人と仕事したいんです。当たり前ですけれど。で、なんかこう、座りのいいというか、落ち着いてる感じとかが結構いいなと思っていて、時に、もしスーツで面接を受けなきゃいけない会社だったらね、その会社によっていろいろ違うと思うんですけれど、スーツで面接受けなきゃいけない会社だったら、あれがいいと思いますよ。これは多分今からできることで、成功失敗がないことなので、やった方がいいと思うんですけど、もう1ヶ月ぐらい前から、もう毎日スーツ着てた方がいいと思います。スーツって結構、体の形にピタってくるんで。要は、昨日今日スーツ着た人のスーツの着方と、何ヶ月間も毎日着てる人のスーツの着方って全然違って、やっぱスーツがひたって着てると、結構それっぽく見えるっていう。で、それって別に今からできることじゃないですか。失敗ないんで。芸人とかでもさ、1年目の芸人ってなんか浮ついてる感じするじゃないですか。あれって、所作が浮ついてることもあるんですけど、スーツがそもそも様になってないっていうところがあって、そうするとこっち側が不安になったりしません？大丈夫か？この芸人みたいな。みたいな感じで、これって100%できるところじゃないですか。なので、その服の着こなしというか、スーツの着こなしみたいなところっていうのは、結構できると思うんで、やるといいと思います。